モレッティは1925年に創業され1989年まで活動していたイタリアの自動車製造業者である。今日でも同社製の多くのスポーツカーが様々なヨーロッパのモーターショーで見かけることができる。モレッティはその歴史の中でオートバイ、ミニカー、いくつかの商用車といった多種多様なモデルを製造した。1925年に自身の設計と契約で 他社製品のオートバイを生産するために、序盤にモレッティにより設立された。1920年代終わりから1930年代、初めにオートバイと同じエンジンを使用して、ミニカーの製造にも手を出し、第二次世界大戦中は様々な商用車の製造、とりわけ知られているのは、電動の小型トラックと5から7名乗りの電気自動車で成功を収めた。 戦争の終了と商用車の需要の増減に対応するために1946年に普通の自動車の生産を開始した。モレッティにより発売された最初の普通の自動車はチタであった。その後まもなく600が1953年には750が発売された。750は1950年代にエステート、タクシー、ベルリーナ、クーペ、 カズトノリのレーシングカー、商用車といった様々なモデルが製造された。600と750は1950年代にレースで一定の成果を収めた。1950年代後半に自社設計の車両の自社での製造を止めた。コストと一般経費削減のために同社は全ての自社製造車両をフィアット社の機械機構とシャーシを利用したものに転換した。 自社製の750を元にして、すべてのレンジのモデルを揃えていたが、価格がほぼ半額ということで市場の大部分を占めたフィアット600には対抗できなかった。その後に販売数低迷と財政混乱が続いたことで、全モデルで生産数は削減されたが、ジョバンニモレッティとジャンニアニエッティの友情のおかげで、モレッティはフィアットとの間で、 フィアット社のシャーシを利用した特製、少量生産モデルの製造に関して好意的な契約を引き出すことができた。127、128、124、132を元にした非常によく似たスポーティナが愛観のクーペが1960年代末からモレッティ社の生産台数は1967年に2600台。 1973年に3292台。1974年にはわずか1071台まで落ち込み、1970年代にフィアット社を元にした小型オフロードカーの生産に転換した。1970年にフィアット500を後にフィアット126を元にしたミニマキシを発売し、1971年にはフィアット127を元にした。 ミディマキシが登場した。パグーロと呼ばれるボディを延長した127ベースのライトバンとピックアップトラックも1977年に発売された。1979年には 2.5L のディーゼルエンジンを搭載したフィアットカンパニオーラをベースとしたモレッティスポルティングが1980年に超豪華仕様の127ビップとリトモゴールドが登場した。 1983年に発売されたパンダロックはオフロード走行を目的とした屋根を取り去りロールバーを備えたパンダ 4X4 であった。最新の127をベースにしたミディマキシ3シリーズも1983年に登場した。フィアットが手を出さずに残しておいたさらにニッチな市場を埋める努力は続き、モレッティはウーノとパンダ 4X4 の パネルバンバンも提供した。生産数が減り続けた後にモレッティは、ウーノ、バンダ、レガータといった各種フィアット社の個人向け回送車の製造に転換した。1983年のボローニャモーターショーでは、ウーノのカブリオレバンが発表された。この車は完全なコンバーチブルではなく、ドアさんと後部側面ガラスが残るカブリオコーチ形式であった。 各種エンジンを搭載して、イタリア国内の選定されたフィアットディーラーを通じて、直接販売された。1989年に、イタルウーノターボを製造し、これは、カリフォルニア州のノースハリウッドにある、MIK オートモビルにより、限定数が、アメリカ合衆国に輸入された。この車は 1.3L ターボエンジンを搭載した、ウーノターボをもとにアンチロックブレーキシステムと13。 インホイールの東洋タイヤを装備していた。数年間にわたる事業低迷を経て1989年12月、ついにモレッティは正式に創業を停止した。ありがとうございます。